尻目にキャンドルで生計を。物心ついた頃には町売りの少女を尻目にキャンドルで生計を立て、今や世界のキャンドル市場を牛耳るクロマキヤゲンさん。でもなんだかこの世界には私に溶かしたろうそくをかけてもらえた特殊な人々がたくさんいるみたい。変なの。あら、ご主人様にご挨拶は？ワンって言ってごらん。早くできました。ご褒美あげちゃう。不完全燃焼のいけない三角式で拭いた日かけてあげるよ。思いつきたいの灰にまでなりたいの。つまるよいだけの冬まで広がるよ。ひとおりだけよ。こういう使い方じゃないんだけど。楽しい楽しい一晩中キャンドルと